この項目では、ロシア連邦の首都、モスクワのトロリーバスについて解説する。ソビエト連邦時代の1933年に開通し、旅重なる延伸の結果1970年代から2010年代にかけて、世界最大のトロリーバスの路線網を有していたが、同年代以降は、急速に廃止が行われ、2021年現在は、動体保存路線の位置系統のみが、 国営単一企業のモスゴルトランスによって運行されている。1933年11月15日に開通したモスクワ市内のトロリーバスはソビエト連邦における最初のトロリーバスでもあった。これはスターリニズムの下で進められたモスクワの都市開発の一環としてニキータ・フルシチョフの講演を受け建設が行われたもので開業時から モスクワの工場で製造された車両が使用されていた。線路の敷設や給油の必要がない安価な公共交通機関であるトロリーバスは路面電車からの転換も含め長期にわたって路線網の拡張が行われ、特に1950年代から1970年代前半にかけては、郊外住宅地の大規模な開発に合わせて急速な延伸が実施された。 1970年時点の営業キロは1 2 5 3トルに達した。新規路線の開通は1992年まで続き、ソビエト連邦の崩壊後は一部路線の廃止が実施されたものの、2011年時点でも約1 3 0 0トルの電革間、101系統の営業路線、そして1700両以上の車両を有する。 世界最大の路線網が築かれていた。その後も2013年に新たな系統の開通が実施されたが、これが後述する t 号線を除き最後の新規系統となった。全廃直前のトロリーバス2014年、トロリーバスを運営していたモスゴルトランスのゼネラルディレクターであるエフゲニー・ミハイロフは、テレビ局からのインタビュー内で路面電車や路線バスの近代化と、 並行して2020年までにトロリーバス網を廃止する計画を明言した。それ以降、トロリーバスのディーゼルバスや電気バスへの置き換えが急速に実施された。このトロリーバスの廃止については、市幹部の利権を疑う声もあり、市議会からの反対意見や愛好家による存続を訴える運動も起きたものの、 最後に残された系統についても予定通り2020年8月24日から25日にかけて運行を停止し、モスクワ市内からモスゴルトランスが運営する営業運転用のトロリーバス路線は姿を消した。最後まで運行していたのは以下の6系統であった。その一方、長年にわたりモスクワの主要な交通機関として活躍した実績を受けて一部区間を 胴体保存用として維持することが決定し、t 号線と名付けられた以下の路線を用い同年9月4日から営業運転を再開している。営業キロは3 7 4トルで、運賃は60ルーブルである。2020年現在、t 号線では、地元、モスクワのソコルニキ車両修理工場で製造された、スバーズマズマイナス6275が2両、使用されている。 これは、車内全体が低床構造となっているノンステップバスで都市での運用に適した構造や内装を有している。これを除いた過去の車両については、多くがロシア連邦各地のトロリーバス路線へ譲渡され、各地の路線の近代化や輸送力増強に貢献しているほか、一部はモスクワで胴体保存運転が可能な状態に置かれている。ありがとうございます。